はい、アポロです。今日はですね、高額商品が売れないを解決する方法ですね、についてお話していきます。高単価商品を売る、まあ、コンテンツでもいいんですけど、3万5万のコンテンツもそうなんですけど、特にその何十万もするようなコンサルとかね、そういう高単価の商品を売りたいという時になかなか成約率が上がらないとかね、全然商品が売れないっていう、ことがあると思うんですけど、それをどうやってね、解決するのかってことを、まあ、今回はお話ししたいと思います。で、商品が高額になればなるほどですね、信頼がすごく重要になってくるんです。低単価なものであれば、そんなに信頼がなくても売れるんですよ。例えば電子書籍とか、どこの誰が書いたかもわかんないものでも、結構売れるじゃないですか、一般人がね。まあ、言い方悪いですけど、どこの馬の骨が書いたかもわかんないような本も、安ければ売れるんですよ。でもその同じものが例えばね、5万10万で売られていたら買うかですよ、多分買わないですよね。だって怖いじゃないですか。だからやっぱりこの信頼っていうのは、その売り値に比例してやっぱり必要になってくるわけですね。30万50万100万とかっていう商品を売りたいんだったら、その分信頼を高めていかないといけないということですね。ただその高単価セールスをするときにですね、いきなりそのセールスの場で信頼構築をするのって難しいと思うんですね。今までほとんどその、まあ、面識もないし、絡みもないし、相手のこともよく知らない。で、相手もよ、自分のことをよく知らないっていう状態。もしくは多少は情報発信を見てるのかもしれないけど、そんなになんか信頼関係ができてない人に、いきなりセールスの場で、ね、この信頼をバンと高めて売るってのは難しいと思うんですよ。高単価商品が売れない、まあ、一番大きな点は信頼の部分なんですね。もしくは信用がない。っていうところが、まあ、大きいわけです。この人のためで大丈夫かなっていうのは確信が持てないから、みんな、ね、お金を払ってくれないわけですよ。で、この信頼構築をする必要があるわけですけど、その前段階ですでに信頼を作っておく必要があるんですね。セールスの場で信頼を作るってもう遅すぎるから、その前の段階でもうこの人の話を聞きたいっていうね、こう前のめりにさせていた状態でセールスをするからこそ成約率が上がるわけであって、セールスの場合テクニックに何とかしようとして、もちろんそれで何とかなる場合もあるんですけど、それはやっぱ非効率的なんですね。で、もうここに書いてますけど、ちょっと書くのに時間かかるので、もうあらかじめ書いておいたんですけど、ある方法を使ったらその前のめりの状態ができるわけですよ。で、まあ普通に考えたら、例えば普段の情報発信で信頼構築ってできるんじゃないのって思うかもしれないんですけど、例えばブログ、SNS、YouTube とかね、そういうところでなんか有益な情報を発信してたら、勝手に信頼って溜まっていくんじゃないのってね、思うかもしれないと思うんですが、もちろんね、それで信頼が溜まる場合もあるんですけど、100%そうじゃないんですよね。今はやっぱりね、何がよりも誰がが重要な時代だから、誰が言ってるのかってところですね。誰が。そもそもここにですね、選ばれなければ話を聞いてもらえないわけですよ。自分がどんなにね、有益な情報を発信してても、この人から聞きたいと思ってくれてなかったら、そもそも読んでくれないし、見てくれないし、聞いてくれないわけですよ。だったらどんなに価値のある情報を出してても意味がないわけです。つまりそのブログなり YouTube なり SNS とかで情報発信してても、そもそも聞いてもらえなかったら信頼構築なんかできないんです。ね、信頼溜まっていかないじゃないですか。じゃあどうしたらいいのかっていうとですね、プラットフォーム販売をするんですね、コンテンツを。プラットフォームでコンテンツを販売しましょうと。まあ、Amazon Kindle とかね、まあ、僕だと Udemy とかそういうところで売ってますけど、そういうところでプラットフォーム販売をしましょうということです。で、なんでプラットフォーム販売をするとですね、この信頼が得られるのかということです。さっきそのね、無料の媒体ブログ、SNS とか YouTube とかそういうところで情報発信をしても100%ね、信頼って選ばれませんよって言ってたんですけど、それはそもそもお客さんがですね、聞く耳を持ってないからです。
も有益な情報を発信する前にこの聞く耳を持つっていう状況を作んないといけないんですね。でそこでこう聞きますっていう状態、お客さんの方から聞きますっていう状態を作って初めてその信頼構築が機能するわけです。価値提供がね。でこれができるんですよ、プラットフォームは。なぜならこういう状態になってるからです。プラットフォーム、例えば、まあ、電子書籍にしましょうか。じゃあ電子書籍でお客さんが Amazon に来て電子書籍を買う人ってもう痛みを感じてるわけですよね。例えばセールスがうまくいかないという場合に、なんかセールスライティングとかコピーライティングの本を探してるとしますよね。もうすでに痛みを感じてるわけですよ。なんとかしないと、売り上げ上げないとっていうふうに痛みを感じてるから、なんとかしようと思ってるわけです。さらに問題を認識してますよね。自分の売り上げが上がらないのはライティングが下手くそだからだっていう問題も認識してるわけです。だからこそコピーライティングとかセールスライティングの本を探すわけですね。かつお金を払う意思がありますよね。そもそも最初からその Amazon っていう場に来るってことはお金を払うつもりで来てるわけだから、お金を払う意思があるわけですよ。でつまりもうこの心が開いてるんですね。僕が開くっていうのを開かせるっていうんですけど、心が開いた状態、お客さんが前のめりになって自発的に情報を取りに来てるんですね。こっちから一方的に、ね、我々発信者の方から一方的に情報を発信してる場合って、お客さんが別に積極的に情報を取りに来てない可能性もあるわけですよ。なんとなく情報が飛んできたけど別に興味ないみたいな、ね、そんなに価値を感じないとか、そもそも必要性を感じてないっていう状態だったら、どんなにね有益なテクニックでも、まあ、価値を感じてもらえないじゃないですか。でもプラットフォームに来る人ってのはこういう状態になってるわけですね。何とかしたいって痛みを感じていて、それが何が原因があってどういう問題なのかって理解していて、さらにまあお金も 払いますという状態です。だからこのもう開いてるわけです、心が。もうどんどんこの解決策の情報をくださいっていう状態になってるわけですね。でそこでもしあなたのコンテンツを買って、わこの人いいなとか、すごい役に立ったなってなったら、信頼が構築できるじゃないですか。そこでわこの人の商品買ってめちゃくちゃ良かったってなったら、もっと話聞きたいって、ね、なると思うんですよ。そうすると自分のメディアに来てくれて情報を聞いてくれたりとか、あるいはメルマガに登録してくれたりとかね。でセールス、1対1のセールスをする場合も、もう全然体制が違うと思うんですよ。全く信頼構築ができてない人と、もう相手がですね、自分に対してかなり信頼してくれた状態で話を聞いてくれるのでは、まあ、当たり前ですけど制約率が変わるんですよ、全然。だからいかにその状態を作るのかって、普段の情報発信とかコミュニケーションでもなんとかなる部分はあるんですけど、一番いいのはこのプラットフォーム販売なんですね。お客さんが開いた状態になっているから、ただの情報発信だとお客さんが開いてない可能性があるわけですよ。だからどんなに情報を投げても閉じてるから入らないですよ、お客さんだから。でもお客さんが積極的に情報を取りに来てる、しかもお金払うつもりで積極的に情報を取りに来てる、開いてるわけだから情報を投げれば入るんですね。だそういう状態にしておけば価値のある情報提供、価値提供すれば信頼してもらえると。で信頼してもらった状態で自分のところに来るので、まあ、当たり前ですけど制約率が高くなるということなので、高額商品が売れないっていう人は、そのこういうことをいかに開かせて、さっき最初にもう信頼を作ってくる、信頼を作った状態でブログなり SNS なり YouTube なりで情報発信をするから、より相手に刺さるわけです。だからそのさらに前段階ですね、情報発信さらに前段階でこういうことをしておくっていうのはすごくポイントになります。